マイク・ボールドウィンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州パサデナ出身の元オートバイレーサー。1980年代にアマ・スーパーバイクのトップライダーとして活躍し、世界グランプリにも参戦した。ボールドウィンは、アマホーミュラ1のタイトルを5度獲得し、また、鈴鹿8時間耐久ロードレースで初めて三勝を上げたライダーでもあった。世界グランプリには、 ケニー・ロバーツ率いるヤマハのチームから参戦し、1986年には 500cc クラスでランキング4位の成績を挙げた。そのまま最も成功するアメリカ人レーサーの一人になるかと思われたが、怪我によって選手生命を縮めることになった。2001年、アマ電動入りを果たした。マイクはアメリカ西部のカリフォルニア州の山の中の町で生まれ、3歳の時に、 同州内にある湖の近くに転居し、10歳の時に東部のコネチカット州に転居する。兄弟は実兄一人、実弟一人、イボテ一人、イボイモと二人である。趣味はスキーとヨットで、スキーは大回転が得意である。マイクは16歳の時に初めてバイクに乗った。最初のバイクは 125cc のトレイルバイクで、それに乗って、 森の中を走り回っていた。18歳になると、ロードスターに乗り換え、舗走路での走りを楽しんでいた。友達に誘われて、バイクレースを観戦しに行く。レースへの出場も誘われ、出走することになる。最初のレースは1974年で、使用したバイクは、レース会場まで乗っていったロードスターであった。マイクはレーサーを持っていなかったのである。家族の中で、 バイクに乗るのはマイクだけである。マイクは19歳でロードレースを始めたが、そのことを知った家族はあまりいい顔はしなかった。そこにはアメリカ東部でのバイクレースの社会的な位置づけが関連し、またバイクレースはスキーよりも危険だという認識が家族にはあった。マイク自身にとってはスキーもバイクレースも危険性は同じであった。ただ、 スキーでは収入を得ることができないと考えていた。それに対してバイクレースは楽しんで収入を得られるものという認識であった。1974年のデビューレースでバイクレースの面白さに気づいたマイクはロードスターを売りレーサーを探していた。そんな時にある友達がマイクのために市販ロードレーサー TR ヤマハ t r にとヤマハ TA125 の2台を買ってくれた。 その友達はマイクに無償でロードレーサー2台をあげたのである。2回目以降のレースはこの2台で出場した。その年は全レースを走り10勝をあげた。1975年はアマノービス 250cc クラスに参戦。ヤマハ TR-2 を 250cc に改造しての参戦である。TA125 は売却し、 ハーフトラック用のダートトラックレーサーを購入し、ダートトラックレースに1年間参戦した。マイクが掲げるレーシングライダーとして必要なことは、次の3つである。集中力を身につけることはたやすいことではないが、一度、その方法を得得すれば、その後は集中力を維持することは容易である、とマイクは考えている。一方、勝利への決意を維持することは、難しいと考えている。 レース経験を重ねると緊張感が緩んでくるというのである。そのため、いつも自分を奮い立たせる必要があるという。レースに対する思い入れについては、マイクはスキー選手だった頃にスキーレースに打ち込んでいて、スキーのことばかり考えていた。そのことが習慣として身についており、ロードレースを始めてからは、シーズン中はロードレースのことばかり考えることがごく普通に、 できるのである。マイクにとって走ることは楽しいことであり、ダートトラックレースなど他のスポーツは、ロードレースでより速く走るための糧である。ウェブサイト出版物、ありがとうございます。